スクリアオメ。ありがた。もっとかかるって思ってた。まだ始まってから40分しか経ってないのに終わるん？まだやるつもりだけど、何やろう。お話、雑談。じゃあ雑談、一緒にお話ししよう。何話そう。ああ、みんないっぱい書いてくれてる。じゃあこの中からテーマ決めます。うわ、テーマもいっぱい来た。みんなすごい、ありがとう。この中から選ぶのちょっと大変。あ、じゃあこれ、ご飯の話。今日のお昼、お弁当だったんだけど、天下のお弁当箱横になっちゃってて、中身ギュッてすごく酔っちゃってた。続きは？それでどうなったの？今ので終わり。知ってた。逆に面白い。にひひ。それじゃ、次のお話。この前。すごく楽しかった。選ぶの頑張った。そっか、じゃあ次はもっとたくさん答えたい。レッスン行かなくちゃ。全然大丈夫だよ。プロデューサーさんだってお忙しいんですから、お互い様です。みんなで集められたっていうことは、新しいお仕事のお話かな。何するの？天下ちゃんの得意分野だね。天下、みんなの役に立てる？こ
この前の配信もすっごく盛り上がってたもんね。千雪さん見てくれてたんだ、ありがとう。うん、毎回とっても楽しく見させてもらってます。アマナも。配信からいそかに、天下ちゃんが作ってくれたチャンスなら、私たちは天下ちゃんの顔に泥を塗らないように頑張らないとね。そうだね。プロデューサーさん、今回のお仕事って一人で配信とかもあるのかな。アマナ、天下ちゃんみたいにできるかな。3人での配信はたまにやってたけど、1人でってなると勝手が違うかもだし。なあちゃんなら大丈夫。お話しするのも上手だし、いつものなあちゃんでいいと思う。天下ちゃん、天下もやってて結構自由って思ったから、だから緊張しなくて平気。ありがとう。頼もしいな。天下ちゃん、私も配信は不慣れだから、わからないことが出てきたら天下ちゃんに聞いてもいいかな。うん、もちろん。ありがとう、すっごく心強い。ねえ、一緒に頑張ろう。はい。はい。大丈夫です。初めての現場ではよくあることなので。あ、はい。ありがとうございます。一つ質問をさせていただいてもよろしいでしょうか。ご依頼のきっかけが天下ちゃん、いえ大崎の配信ということですので、そちらの方向性はおのずと決まってくると思うのですが、私などは
それほど経験がないため、どういったものを望まれるかを察することが難しく、求められるものをお尋ねしてもよろしいでしょうか。なるほど。例えば、私がファッションについての配信をやりたいと思ったら、やっても大丈夫ということですか？ありがとうございます。大丈夫です。はい。いい配信ができるよう頑張らせていただきます。ご期待に添えるよう尽力させていただきますね。天下、私も頑張ります。担当者さん、すっごく天下ちゃんのことを評価してくれてたから。配信、何やろうかな。ファッション配信、やるんじゃなくて？あれは例えとして聞いてみただけなんだけど。そうだったんだ。私はてっきりやるものだって思っちゃった。アマナちゃんといえばっていうものだし、見たい人たくさんいるんじゃないかなって。そっか、それじゃあ一回はやるね。楽しみにしてる。私はどうしようかな。雑談配信とか、ちゆきさんの聞きたいな。雑談配信？リスナーのみんなとお話しするやつ。てんか、ちゆきさんとお話しするの好きだからいいなって思って。お、それアマナも見たい。じゃあお話のネタ用意しておかないとですね。でしたら、配信を見た後に感想をいただいてもいいですか？あ、それアマナも欲しい。て、天下も。じゃあ、プロデューサーさんも配信に参加。にひひ、冗談。でも、プロデューサーさんがそういうことしたらどうなるのかは気になるかも。見てみたい気持ちはあるよね。めっ
続きが気になりますね。はい。はい。それでは天下の配信教室始めます。はい。はい、天下ちゃん先生。なあちゃん、どうぞ。アマナたちの活動時間的に配信は夜になりやすいんですが、大丈夫でしょうか？大丈夫。夜も見てくれる人いっぱいいます。配信するときはなるべく早くやるよって教えてあげるのが大事。ありがとうございます。天下ちゃん先生、私もいいですか？千雪さん、どうぞ。配信はだいたいどのくらいの長さがいいですか？2時間までがいいってけど、天下、やりたかったらずっとやって、疲れたら終わりだから。なるほど。でもみんな楽しそうな天下ちゃんを見に来てるんだし、辛そうにしてまで続けられたら心配になっちゃうよね。そうだから、疲れない程度にペース配分するべき。配信は自分も楽しむのが一番。ありがとうございます。格言いただいちゃいました。天下ちゃん先生の教えその1、配信は自分も楽しむべし。しっかりメモしました。あ、もう一つ気になることあります。はい。いろんな人の配信見てみたんだけど、みんな特徴的な挨拶してるなーって思ったんだ。アマナたちも会った方がいいかな？天下、それしたことないけど、それやったらいいかも。次までの宿題。はーい。以上、天下の配信教室おしまい。ありがとうございました。天下ちゃんのおかげでいろんなことが分かっちゃったね。うん、自己紹介配信への備えはこれでバッチリ。配信を見に来てくれたみんな、おはようございます。こんにちは。こんばんは。アルストロメリアです。はい、ということで今日から期間限定で配信をさせていただくわけですが、私たちのこと初めましてっていう人、コメントお願いしてもいいかな？お、めっちゃいてくれてる。じゃあみんなに今から自己紹介します。わー。アルストロメリアはですね、私、大崎アマナと、大崎天下と、桑山千雪の3人で活動しているアイドルグループです。ユニット名のアルストロメリアはね、お花の名前なの。とっても綺麗で可愛らしいお花なんですよ。趣味は？だって。早速質問、ありがとう。私はね、小物作りが好きです。アマナはファッション。個人配信で触れてく予定だよ。
かはゲーム、配信でもやっていくね。他に聞いてみたいことはあるかな。お、たくさんのコメントありがとう。順番に答えていくから待ってね。おはまなー、あまなだよー。見に来てくれたみんなありがとう。今日やるのはじゃん、あまなのファッションクエスチョン。事前に募集したみんなの服装に関する悩みにあまななりに答えていく配信です。あ、コメントからは質問できませんかだって。後半はコメントで気になったものに答えていくよ。じゃあ早速一つ目、フルーツティー大好きさんから。おはまなです。私は16歳の高校生なのですが、高卒でアルバイトができない学校に通っています。おしゃれはしたい、でも服はあまり買えない。そんな時はどうしたらいいですか？これはね、すっごくわかるよ。絶対一回は悩んだことあるよね。アマナもなんだ。でもでも、持っているものをやりくりして新しいスタイルを作るのもめっちゃ楽しいんだよ。名言、マナファッション理論。恐れ入ります。例えば今日のスタイルだとね、ベルトの使い方とかポイントだったりするよ。巻かないで横からぶら下げると、ほら、アクセサリーに早変わり。こんな感じでフルーツティー大好きさんも試してみてね。じゃあ次の質問いくよ。シュガー揚げパンさんから。っていうことがあったの。すっごく驚いたけど、いい経験でした。初見さんですね。こんにちは。今日はね、小物を作りながら雑談配信をしてるの。よかったらくつろいでいってね。あ、今作ってるのは手帳カバーなの。手を動かしながらお話できてすごい。ありがとう。これはね、秘密なんだけど、手帳カバーって実は結構簡単なの。だからお話ししながらでも作れちゃってます。作ってみます、やってみます。ぜひ作ってみた報告も待ってるね。あ、そうだ、作ってみたって言えば、この前時間があったからケーキを焼いたんだけど、焼き上がりを見たらなんだか物足りないなって気持ちになっちゃって、いろいろと飾り付けをしていたらちょっと量が多くなっちゃったの。アマナちゃんとテンカちゃんが一緒に食べてくれたから大丈夫だったんだけど、あんまり凝りすぎちゃいけないなーって反省した一件でした。ケーキの写真見たいです。ごめんなさい、撮ってないから見せられないの。代わりに次に作ったら撮っておくね。
約束。みんな、こんばんてんか。てんかはゲーム配信、ゲストも来てます。天野ちゃん、千ゆきさん、まだ行ってないのに、すごい。じゃあ二人ともどうぞ。こんばんてんか。今から二人と対戦ゲームで勝負。てんかちゃんは強いから、天名と千雪さんはチーム組ませてもらってるよ。にひひ、それでもてんかが勝つ。とは、それ、好きあり。もう強いよ。ねえ、天下ちゃん、私たちもう少しハンデもらってもいい？うん。じゃあ二人のライフプラス10。ありがとう。天名ちゃん、今度こそ勝とうね。うん。天名ちゃんと千雪さんが勝つまでワンチャン？耐久配信だ。耐久。二人とも、どうしよう。望むところ！私も、天下ちゃんに勝ちたいかな。天下も、負けない。じゃあ、耐久勝負、始め！二人とも楽しそう。天下も楽しい。この投稿、名前、配信よく来てくれてる人。応援してくれてる？この人もよく名前見る。
プロデューサーさん、ありがとう。アルストロメリアらしさ、大事にしたいって言ってくれて。そっか。アマナも。そういう投稿を見たよ。アマナたちの活動をまとめて紹介文を作ってくれてたり、動画を編集してくれてる人もいたりなんかしてて。うん。みんな、すごく私たちを信じて、応援してくれてるよね。てんか、すぐ考えたい。クライアントさん、納得させる企画。プロデューサーさん、お話できそうな場所、寄ってもらってもいいかな？ありがとうございます。プロデューサーさん、車止めに行くよね。アマナたち、先に入って待ってるね。プロデューサーさん、他のお仕事、いっぱい？そっか。でも、じゃあ、なんで？それは、すごく頼もしいチェックですね。プロデューサーさんを納得させられなかったら、クライアントさんに OK をもらうなんてできないもんね。プロデューサーさん、アルストロメリアの一番のファン。そう思っているのは、デンカちゃんだけじゃないと思いますよ。プロデューサーさんがアルストロメリアの一番のファンだっていうのは、三人の共通認識だもんね。私、クライアントさんが方針を示してくれた時に気になった表現があったの。どんなこと？面白さにウェイトを置いてほしいっていう言葉。今までの配信、そこを意識していなかったっていうわけじゃないんだけど、振り返ってみると誰が見ても面白いかまでは配慮が足りていなかったかもって思うの。うん。
アマナもいつもの自分で行こうとしすぎてて、そういう部分はおろそかになってたって思う。天下、なあちゃんと千雪さんの配信すごく面白いって思ってた。天下のいつもの配信やってるとき、退屈って言われたり、見てくれる人減ったりもあった。それでもずっとやってたら、また見に来てくれる人もいて、配信の面白さとかすごく難しいって思って、だから二人がダメとかじゃないって思う。ありがとう、天下ちゃん。じゃなくて、天下ちゃん先生。あ、天下ちゃん先生の教え、その1、配信は自分も楽しむべし、だったもんね。今は、アルストロメリアらしくて面白い配信を考えなきゃっていう時なんだし、沈んでたらダメだよね。そう。よーし、それなら対策も前向きな気持ちで考えよう。お料理配信、ドッキリ配信、豆知識配信、いろいろと考えてみたけど決め手が難しいね。うん、どれも面白そうだけど、アルストロメリアらしくて面白い配信。アマナたち、あまりにも当たり前にアルストロメリアらしさって使ってるけど、それって言葉にしたらどういうことになるんだろう。今までの配信ってアマナたちらしさを出しすぎちゃってたから、ついてこれなかった人がいるってことだよね。それなら次の配信はアルストロメリアの大切な根っこの部分が何かを見極めて、その部分を軸にして挑戦をするような方向性にしなきゃいけないって思うの。らしさが何か明確に言えれば、きっとどんな内容にするべきかわかる気がする。今回だけの私たちらしさを考えるっていうことだよね。うん、もう少しで答え出るかも。このまま。忘れてた。ごめんなさい。すぐに出る支度しますね。ご迷惑をおかけしてしまって本当に申し訳ありません。近くのお店も全部混んでたね。あとちょっとなのに。ね、少しやり方を変えてみてもいい？お？話し合いじゃなくてお散歩で答えを探すのどうかな？リラックスした気分で考えたら、ポンっていいアイディアが出てきたりすることあったりしない？ある！お風呂でシャワー浴びてる時にひらめいたりするもんね。わかる。寝る前とか、なんか、そういうの、ある。それじゃあ、決まり？私はこういう時、目的地を決めないで散策することが多いんだけど、どこか行きたいところがあったら、お互いに提案していこっか。
あ、じゃあ早速いい？ん？街が見下ろせる高い場所に行きたい。綺麗な景色を見たら気分が良くなっていいアイデアが浮かぶかもって思ったの。いいと思う。じゃあまずはそこに行こっか。おー、いい景色。ここならいい考えが思いつきそうだね。ここ前、なあちゃんから大切なお話聞いた場所、似てる。そうだね。そのお話って二人の秘密だったりする？全然そういうのじゃないから聞いちゃって大丈夫だよ。天子ちゃんも平気だよね？うん、なあちゃんがよかったら。ありがとう。アマナが出張ロケに行った時、天花ちゃんとお話しする時間が減っちゃって寂しいって相談をしたこと覚えてるかな？うん、もちろん。あの時、千雪さん、わがままになって寂しい気持ちを伝えていいって言ってアマナの背中を押してくれたよね。その気持ちを天花ちゃんに伝えた場所がここに似てるところだったんだ。そうだったんだ。ありがとう、教えてくれて嬉しいな。好きはわがまま、すっごく素敵な考え方だなって思ってるの。ちゆきさん、この言葉今回も使っていいかな？もちろん。アマナね、ファンのみんなが好きなアルストロメリアって、三人が一緒の方向を向いて頑張るアマナたちなんじゃないかって思うんだ。クライアントさんの力を借りたりコラボをしたらきっと面白くなるとは思うの。でもプロデューサーさんが言ってくれた通り、ファンのみんなはなんか違うって感じちゃうかも。だから3人だけで一生懸命考えてめっちゃ面白い配信をして、ファンのみんな、新しく知ってくれた視聴者さん、両方からいいねって言ってもらうのが一番いいって思うんだ。わがままなんだけど、ファンのみんなが、そしてアマナたちが好きなアルストロメリアでいるために、今回はやっぱりアマナたちだけで企画をやり遂げるっていうところは曲げたくない。てかもアルストロメリアはやればできるってファンの人も SNS で言ってた。だから3人で頑張りたい。それにクライアントさんにだって、アルストロメリアは逆境に立たされても強いんだって思ってもらいたいもんね。私も大賛成。それじゃあ今回の一つ目のらしさは、三人でやり遂げることに決定。なんか RPG みたいでいいね。そうなの？うん、先に進めないってなっても今までのステージとか戻ったりするとヒントある。今もなあちゃんと天下の
思い出があるとこと似た場所来たから、答え見つかった。思い出のあるところ、それなら。ねえ二人とも、次は私が行きたいところ付き合ってもらってもいいかな。もちろん。到着。ちゆきさん、ここすっごくらしい場所だね。うん、初めて3人では結構した。二人とも、せーの、いただきます。三人の思い出ならこの場所は欠かせないかなって。てんか、あの時の髪飾り大切に取ってある。傷つけたくなくて全然使えてないけど。アマナノと一緒に大切な場所に入れてるんだよね。ちゆきさんがアマナたちにくれた思いやりと一緒にしまってあるの。私も一緒。使わないでずっと眺めてるだけ。アマナちゃんとテンカちゃんがあの時くれた気持ちを思い出すだけで満足しちゃうから。つけるところまでいかないんだ。気持ちの送り合いっこをしたからだったよね、あの時のお仕事がうまくいった理由。うん、最初天下がなあちゃんにってブックカフェのことを言って、アマナが天下ちゃんにってゲームセンターを勧めて、そんなアマナたちのことをちゆきさんが気づいてくれて、どっちも叶うようにしてくれた。でもそのままだと私の記事がなくなっちゃうからって、二人が私を縁日の取材の主役にしてくれた。すっごくアレストロメリアらしいお話。うん、二つ目のらしさは気持ちを送り合うことかな。そうだね。プロデューサーさん、お疲れ様です。次の配信どうするか話し合いました。方針が固まったので明日早速聞いてもらっていいですか。固まりましたね。あ、実はね、それももう考えてきたの。
3人の力だけで乗り切るって決意をお伝えしたばかりですから。天下たちが考えてきた企画、プロデューサーさん、聞いてくれる？うん、今回みんなでやろうって思ってるのはチャレンジチェンジ配信です。アマナがね、天下ちゃんの配信の内容を考えて、天下がちゆきさんの、それで私はアマナちゃんの配信を考えちゃいます。クライアントさん、勝負する姿勢を持ってほしいって言ってたから、お互いに今までにやってこなかった配信を提案しようっていう意味だよ。企画決めるのに遠慮はなしって気持ち込めてる。ちょっと変えただけでは納得してもらえないでしょうから、内容でも目新しさを出せればと思ってます。自信ならある。天下たちよりアルストロメディアに詳しい人いない。だから私たちがお互いに気持ちを込めて考え合うなら、間違った方向に攻めることは絶対にない。自信を持ってそう言えます。アルストロメディアのお互いを思う気持ちの強さは誰よりも強い。ファンのみんなもそれは知ってくれてる。だから絶対に大丈夫。ありがとうございます。天下ちゃん、天下ちゃん、アマナだからこそ気づける天下ちゃんの特徴。あったあった。アマナたちがデビューしてちょっとの頃の雑誌。この時の天下ちゃん、インタビューでめっちゃいいこと言ってたんだよね。こういうところにヒントがあったり。私はアマナです。天下が天下です。
最初の頃はよく間違えられたよね。そういえばこの頃からだっけ、アマナが自分のこと、そうだ、ちゆきさんのいいとこいっぱいある。何やってもらうのがいい？ちゆきさんのカバン、ストラップついてる。このストラップ、ちょっと時間があったから作ったの。そうなんだ、すごい。天下ちゃんのも作ってくるね。何色がいいかな。優しくて小物作るの上手。でもこれだと前と同じ。眠い。もうレッスンまで時間あるから休んじゃって大丈夫だよ。じゃあそうする。ちゆきさんの子守唄、優しくてよく眠れるから、天下好き。あ、よし、アマナちゃんは魅力の塊みたいな人だから、いいところから探していくと決まりそうにないよね。ちょっと考え方を変えてみようかな。ファンのみんなが知ったらギャップを感じて、かつ配信的にも美味しそうなこと。大丈夫？もうちゃんと整理しておかないとダメだよ。いざって時に大事なものがないと困るでしょ。アマナちゃん、注意するべきところはちゃんと言える人なんだよね。このこと活かせないかな。みんなこんにちは、アルストロメリアです。突然ですが、次回以降の配信では3回にわたってある企画をやります。その名もチャレンジチェンジ配信。お互いの配信の内容をそれぞれがプロデュースしちゃうの。天下たち、すごく考えるの頑張った。ぜひ見ていただけると嬉しいです。配信は明日から順番に一人ずつやっていくよ。トップバッターはなーちゃんです。プロデュースは私がさせていただきました。気になる内容は見てのお楽しみ。チャレンジがヒント。それじゃまたね。今日のアマナはすっごく怒ってます。なぜかというと、今日のテーマはお叱り配信だからです。
はい、ということでコメントとリクエストでもらった怒ってほしいことにアマナが注意をしていきます。アマナちゃんが怒ってるの新鮮、ギャップ怖い。アマナだってちゃんとダメな時は叱るよ、覚えておいて。それじゃあ一つ目はコメントから拾います。これにしようかな。食べ物の好き嫌いが多いのでそのことを叱ってほしいです。じゃあ行きます。栄養バランスが偏っちゃって健康に悪いし、作ってくれた人に失礼だよ。そんな風にお残しをしちゃう君は、目！もう好き嫌いしません。ちゃんと食べます。作った人への感謝を忘れません。みんな偉い。じゃあ次はリクエストから、三角定規さんからいただきました。この前学校の備品を壊してしまったのですが、怖くて先生に言い出せません。ですがこのままではいけないと思うので、きつめに怒って勇気をください。これはね、練習してきたの。このままじゃダメだもんね。きつめに行きます。いけないことをしたのに謝れない人ってアマナずるいと思う。そういうことをしちゃう人は嫌いかな。どうだったかな。桑山千雪のおやすみ配信。こんばんは、桑山千雪です。今日は見てくれてるみんなのことを寝かしつけちゃいます。最近寝不足だったので助かります。何この配信、暑い。ふふ、暑くなったら寝れなくなっちゃうぞ。リラックスリラックス。最初はみんなからのリクエストがたくさんあった子守歌を歌っていくね。じゃあ次はコメントから。これなんかいいかも。子供の寝つきが悪いので、ぜひ千雪さんの声で寝かしつけるように語りかけてください。それではお子さんがしっかり寝られるように気持ちを込めながら。今日もいっぱい遊んだね。まだ足りない？でも今日はもうお休み。明日も元気に過ごせるようにゆっくりね。いい子いい子。よしよし。どうだったかな。わあ、みんなすごいコメント。録音したので何回も聞きます。逆に目が覚めるまである。こーら、お休み配信なんだからちゃんと寝なくちゃダメ。
みんな、待機ありがとう。コントローラーないんだ。ゲームじゃないやつ？にひひ、あたり、今日の天下は、一味違う。NG ワード配信、します。って、じゃなくて、私が天下って言ったら、このカウンターが、もう、にってなってる？ちょ、面白すぎる。天下は、全然、面白くない。うわっ！スタッフさん、用意スタートって、言ってからって。さっきのは、脳幹です。私が NG ワード5回言ったらおしまい。改めて、用意、スタート。頑張れ、天下ちゃんファイト。ねえ、応援ありがとう。コメントにって、じゃなくて、私の名前、禁止です。私ちゃんが、私っていうのなんか新鮮。そうさ、そういう感じ。なんで、私にしたの？なあちゃんも、そうだから。会議の時とか、大事な時、なあちゃん、私って言ってる。だから、天下も、一緒にした。あ、でもまだ、3回ある。もう、言わない。やった。2時間耐久。それじゃ、またね。お疲れ様です。お気遣い、ありがとうございます。でも私、全然疲れてないので、大丈夫ですよ。うん。なんだったら、早く次の配信もお仕事もやりたくてめっちゃうずうずしてるの。天下、ちょっと疲れた。でも、同じくらい、もっとやりたいって、思う。アルストロメリアの根っこの大切な部分を改めて確認できたからね。今までよりもずっと力強く咲いちゃおうと思います。すごくレベルアップ。ちょっと
相談させてもらいますね。ねえ、どうしよっか。あよう。こんなのどうかな。決まったよ。アルストロメリアのお願いは、これからも、アルストロメリアの、一番のファンで、居続けてください。それじゃあ、早速次の配信のお話してもいい？実は、天下たち、やりたいこと、ある。前回の配信でお話しできなかったことを、裏話として、視聴者にお届けしたくて。おはまなー！大崎あまなだよー！こんにちゆき、くわやまちゆきです。こんばん天下、大崎天下です。アルストロメリアです。はい、ということで今日は、チャレンジチェンジ配信の振り返りをやっていくよ。みんながそれぞれどうやって内容を決めたかとかのお話をしていきます。楽しみにしてて、天下たちらしさいっぱい感じて、アルストロメリアのこときっともっと好きになるから。